こんにちは、お疲れ様です。今日はですね、いただいたタイトルは税社会保障一体改革ということだったんですけれど、一体改革自体が社会保障を切り捨てて消費税を上げるもんだってろくでもないものだということは皆さんも重々ご承知のことと思いますので、なぜそういう政治がこの文明国家であるはずのですね自称先進国の中で起こるのかっていうその政治的な背景についてお話をしようというふうに考えて、こういうタイトルにしました。